おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝のラインナップです。日本で V4 のスーパーチャージャー登場へ、カナダサイバートラックの納車時期、スーパーチャージャーネットワークの鈍化。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。では、まず最初に、 日本で V4 のスーパーチャージャー登場へ。こちらの情報からお届けしたいと思います。こちらは X の情報ですが、まず場所として東京の下丸子です。X の方で実際に現地に行かれた方が写真をアップされていましたけれども、V4 のスーパーチャージャーということです。日本での V4 のスーパーチャージャーは初めての導入です。完成したら多くのテスラオーナーが充電に行きそうだなと思います。 では次にカナダサイバートラックの納車時期、こちらの情報をお届けしたいと思います。昨日の YouTube の中でメキシコでサイバートラックの配送が開始するという情報がありました。そして昨日の動画の中でカナダの配送は10月を予定とも言ったんですけれども、それに関しての記事があったので紹介をします。内容としては、 テスラのサイバートラックプログラムマネージャーシッタンド・アワスティー氏の発言によるとカナダでの配送は2024年10月下旬に開始される見込みということですそしてカナダでのサイバートラックの価格設定も明らかになっています基本モデルの全輪駆動バージョンでは13万7990カナダドルからスタートですこれは日本円に換算すると約1435万円に相当しますそして最上位モデルのサイバービーストですけれどもこちらは1 165,990カナダドルからです日本円で換算すると約1,726万円となっております では最後にスーパーチャージャーネットワークのドンカこちらの情報をお届けします今年の4月にイーロンさんがテスラのスーパーチャージャーチーム全体を解雇したことが業界に大きな影響を与えましたこちらも覚えている方多いと思いますその結果なんですけれどもアメリカでの新しい充電スタンドの数が前年同期比で28%も減少しているようです具体的には今年の1から8ヶ月の間で充電スタンドの新設が11% 減少しているというデータもあるようです。 これによりテスラのスーパーチャージャーネットワークの拡大が遅れているという報道があっています。しかしテスラはアメリカ政府から3700万ドルの資金をもらっています。そしてその資金を使って88の新しい充電スタンドを設置する予定も立てているということです。はい、ということで本日のテスラに関する最新情報は以上となっております。まとめていきますと、日本で V4 のスーパーチャージャー登場、そしてカナダでのサイバートラックの納車時期、最後にスーパーチャージャーネットワークが鈍化している、 今日はこれらの情報をお届けしました。まず日本で V4 のスーパーチャージャーなんですけれども、ぜひ今後の日本での新設は全て V4 になってもらいたいなと思います。そして日本の方でも着々とスーパーチャージャー増えてきていて、今現在は1000期目に向けて増えている状況ではありますけれども、このまま順調に増えてもらえればと思います。そしてカナダでのサイバートラックの納車時期なんですけれども、メキシコの方で始まりました。そしてカナダでも来月からいよいよ始まっていくんですけれども、気になるのはその次ですよね。 中国とかになるのか、それとも欧州か、次の展開も楽しみです。もちろん日本にも将来的に販売になるのか、ここも気になるところだなと思います。そして最後のスーパーチャージャーネットワークの鈍化なんですけれども、 この鈍化の理由として、ワイヤレス充電の開発があるのではないかなと僕は思ったんですけれども、どうでしょうか先日、テスラがワイヤレス充電を開発しているという情報もありました。そのため、鈍化しているというよりも、こちらの新しい充電器を開発しているので遅くなっているのではないかなとも思ったんですけれども、皆さんどう思うでしょうかぜひコメントで教えていただければと思います。そして僕としては、このワイヤレス充電の技術が実用化されれば、充電インフラの需要っていうのは大きく 変わるる可能性があるんではない、かなと今は思っていますはいといとうことで本日の内容は以上となっております。では、マーケットチェックをしていきたいと思います。まず DAO ですけれども、ダ a は今日は少し下落してますね。76ドル下落し、41,545ドルとなっています。次にナスダックは少しだけ上がってますね。17,598ポイント。S&P500 は少し下落ですね。5,624ポイントとなっております。 そしてテスラがどうなっているかというと、テスラはほとんどね、あまり動いていないですね。227ドル台となっております。そして次に NVIDIA ですけれども、NVIDIA も今日あまり動いていないですね。115ドル台となっております。そして同時ですけれども、同時は少しだけ上昇してますね。0.10ドル台となっております。次に為替ですけれども、為替は若干昨日に比べると円安が進んでますね。今現在は141円の後半をつけています。 はい。ということで今日はテスラあまり動いていないんですけれども、今日は情報を追っていると、FOMC の発表が明日あるので、それに向けての調整の動きとありました。そのため今日はあまり動いていないという状況だと思います。 はい。では次に今日のキャシーさんを紹介します。今日は2024年9月16日のデータですけれども、この日はショッピファイを購入してきているという情報が入ってきています。こちらはムームー証券からの情報となっています。ムームー証券に関しては無料で使えるいいアプリだと思いますので、まだ使われていない方は使ってみてもいいと思います。概要欄にリンクを掲載していますので、興味がある方はそちらの方からご覧になってみてください。はい。では最後に今日のコメントこちらを紹介します。今日はカズさんのコメントです。今週も上がるでお願いします。今週は利下げがある ありがとうございます。やはり先ほども言いましたけれども、今週は政策金利の発表がポイントになってくると思います。発表は日本時間で明日の午前3時となっております。なので明日の YouTube では結果をお届けできるんではないかなと思います。さあどうなるのか明日は要チェックになりそうだなと思います。 はい。昨日もコメントいただいております。ありがとうございます。また、ぜひ今日の内容に関してもコメントの方をよろしくお願いいたします。はい。このような感じで僕のこの YouTube では、テスラに関する情報を発信しています。テスラオーナーの方、テスラ株投資をされている方、そしてテスラに興味がある方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。僕の YouTube をご覧になってもらえれば、テスラに関する情報はほとんど網羅できると思っていますので、ぜひテスラに興味がある方、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら、高評価もよろしくお願いいたします。 では今日も最後までご視聴していただきありがとうございましたテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた推進ですオーストラリアで100番目のテスラのスーパーチャージャーが設置されたようで写真がアップされていますこちらをご覧になってもわかりますように緑色のスーパーチャージャーだったようです今週末オープンということですが記念のスーパーチャージャーはデザインが変わります日本でも1000機目はデザインが変わってくると思いますが 昨日面白い案を見つけたので、そちらも紹介したいと思います。はい、こちらピカチュウデザインのスーパーチャージャーとなっています。これめちゃくちゃ良くないですか日本っぽいですよね。こんなデザインになればいいなと思いましたけれども、皆さんどうでしょうか先期目がどういったデザインになるのか、そして先期目がどこに設置されるのか、今から非常に楽しみだなと思います。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。